はい、レオンチャンネルの大量画の動画へようこそ。今週はボーイズトイ系のデラックス玩具が一切発売されてないんですが、ついにプリキュアの新番組のゴープリンセスプリキュア、これのガールズトイデラックス玩具が出ました。まずはメインの変身アイテムのプリンセスパフュームです。定価は3980円で、今回は3100円で買いました。テレビの放送は明日からですから、現時点でどんな風に使うかはまだ不明ですけど、とりあえずここが光るらしいんですよね。しかも上下するとゲネシスドライバーを思い出しますよね。同時発売で変身ドレスアップキーセット、キュアマーメイドとキュアトゥインクル、これの変身用ツールかな、980円が780円。これを見るとレンジャーキーをどうしても思い出しますよね。で、さらにプリンセスパフュームを買ったら先着キャンペーンでこんなのももらいました。オリジナルドレスアップキー、なんか形がゴージャスでゴールドメタリックのドレスアップキーですね。どういうものなんでしょうか。そしてプリキュアドレスアップキーリング、これはプラスチックのこういうハートになってて、裏側を見るとこのようにボールチェーンを使ってカラビナみたいな感じでここにドレスアップキーを引っ掛けるような玩具です。他にもポシェットとかぬいぐるみとかドレスとかいろいろ発売されてたんですけど、とりあえずメインっぽいアイテムを買ってきました。そして本日発売の妖怪ウォッチプラモデル、オロチですね。定価は800円で今回は640円。キュービに続いて出るんじゃないかなと思ってたんですけど、やっと出ましたね。そして今回も完成度が高そうで、さらに妖怪パッドを入れる妖怪パッドケースも開いちゃってますけど、さっき撮影しました。本当はこれが全然売ってなくって、代わりに 3DSLL 対応のジバニャンポーチ、これが噂によると妖怪パッドがバッチリ入るらしいです。で、これを買った後にこっちを見せちゃいました。両方とも1700円だったかな、それぐらいでした。マイクラのおもちゃも追加で買いました。今回はクリーパーさん、やっぱり結構大きいですね。アマゾンで1480円だったかな。で、さらにアマゾンから妖怪メダルゼロのラムネ3、これのボックスが届いたのと、最近発売したガシャポン妖怪メダルゼロのボリューム3、これもコンプセットを買いました。なんかガシャポンもコンプセットを結構買ってまだレビューしてないのが3つか4つありますので、ちょっとガシャポン系の妖怪メダルは早めにレビューしないといけないですね。で、それとテレマガの3月号、なんか手裏剣がくるくると回転する電動ゴマ、そんなのが入ってるそうです。で、それプラス幼稚園、なんでこれを買ったかっていうと、なんと本物シフトカーがついてます。しかもシフトメガマックスフレア、テレビくんに乗ってたタイプハイスピード、あれがおそらく使うであろうシフトカーがなんとテレビくんの付録じゃなくって幼稚園についてました。これは変化球ですね。ということで、去年のプリキュア玩具は買っておきながら結局レビューしなかったんですけど、あのプリチェンミラーが僕が映り込んじゃってレビューしづらかったんですよね。まあ、それもあって途中でやめちゃったんですけど、今回の GO プリンセスプリキュアはおそらく映り込み大丈夫ですから、安心してレビューができそうです。では次の動画ではこちらを開封しましょう。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。